皆さんこんにちは。今回は大谷翔平選手の活躍とその背景にある家族のサポート、そして妻の真美子さんを取り巻く状況について詳しく見ていきたいと思います。大谷選手は2023年シーズンが開幕して以来なかなか本調子を取り戻せずにいました。開幕から41打席連続無本塁打と自身のメジャー移籍後最長の本塁打難を経験していたのです。しかし迎えた4月3日日本時間4日、7回の第4打席でついに待望の1号本塁打を放ちました。 93.2 マイル約150キロのシンカーを捉えた打球はライトスタンドに飛び込む豪快な430フィート約131メートルの特大アーチとなりました。この一発で大谷選手は開幕から224日ぶり実に41打席ぶりの本塁打となる一発を放ったのです。ドジャースタジアムのスタンドからは大きな歓声が沸き起こり、チームメイトからも祝福の言葉が送られました。打撃不振が続く中での本塁打は大谷選手自身にとっても大きな自信になったことでしょう。ドジャースに移籍して打者専任となった今シーズン、大谷選手は開幕前のスプリングトレーニングでは素晴らしい成績を残していました。28打数11安打打率393、2本塁打9打点という数字はレギュラーシーズンでも大いに期待できる内容です。しかしいざ開幕してみるとなかなか結果が出せずにいました。直近の7試合では28打数6安打打率214と低迷。チームはなんとか勝ち越しているものの、大谷選手自身は満足のいく結果を残せずにいたのです。そんな中で迎えた本拠地での一戦、7回までノーヒットに抑えられていた大谷選手でしたが、4番手として登板したサンチェス投手からついに待望の一発を放ちました。ベンチではチームメイトが総立ちで出迎え、大谷選手の手を握りしめて喜びを分かち合います。監督も彼にとって大きな一発だったと称賛。打撃不振を脱する大きなきっかけになることを期待させる本塁打でした。大谷選手は昨シーズンまで在籍したエンゼルスでは投手と打者の二刀流として活躍、メジャー6年目にしてようやく念願の打者専念でのシーズンを迎えています。投手としての負担から解放された分、打撃面での成績アップが大いに期待されていました。シーズン序盤は結果を残せずにいましたが、この一発をきっかけに本来の実力を発揮してくれるものと信じています。一方で大谷選手を取り巻く環境については少し気がかりな話題もあります。それは大谷選手のマネーを管理していたのが別の会計事務所だったのではないかという疑惑です。大谷選手と親交の深い元エンゼルス監督のジョー・マドン氏がこの問題について語ったことがきっかけでした。マドン氏は大谷選手の元通訳である水原一平氏が大谷選手から完全な信頼を置かれる立場にあり、金銭管理をこなす役割を与えられていたとしても不思議ではないと述べたのです。水原氏は昨年大谷選手の個人口座から多額の現金を引き出していた疑惑が浮上し球団から解雇されています。もし本当に大谷選手のマネーを管理していたのが別の会計事務所だったとすれば、水原氏の不正を見抜けなかったことになります。大谷選手の所属事務所 CAA に確認したところ、金銭管理は別の会計事務所が担当しているとの回答があったそうですが、真相は依然としてベールに包まれています。大谷選手は自身の収入の管理を誰に任せているのか、もし水原氏に任せていたとすればどのような経緯でそうなったのか疑問はつきませんが、事実関係の解明にはもう少し時間がかかりそうです。いずれにせよ大谷選手が安心して野球に専念できる環境づくりが今後の課題になるのは間違いないでしょう。そんな大谷選手の活躍の裏には家族の献身的なサポートがあることをご存知でしょうか。大谷選手の自立心を育んだのは家族のマネー教育だったと言われています。大谷家では自分の生活は自分で働いたお金でという考えが徹底されてきました。幼い頃の大谷選手はお小遣いをもらうためにアルミ缶集めをしていたそうです。欲しいものがあれば自分で働いてお金を稼ぐという習慣はきっと野球人としての自立心にもつながっているのでしょう。大谷選手が両親に実家の建て替えを提案したこともありました。プロ野球選手となり高額年俸を稼げるようになった息子としては親孝行がしたかったのでしょう。しかしその申し出はおじいさんにちゃんと貯めておきなさいとたしなめられたそうです。若くして大金を稼ぐようになっても節約の心を忘れてはいけない、そんな教えが大谷選手の心に深く刻まれているのかもしれません。母の佳代子さんもまた大谷選手の自立を支えてきた存在です。大谷選手がプロ入り後、佳代子さんは息子の収入管理を任されていました。しかしそんな中でもパート勤めは続けていたそうです。息子に頼らず自分の生活は自分で支えていく、その姿勢はきっと大谷選手の目にも
あるべき親の姿と映ったことでしょう。佳代子さんがパートを退職したのは、大谷選手がエンゼルス入りした2018年のことでした。約17年間も勤めていた職場を辞め、息子のサポート体制を整えたのです。メジャーリーグという世界の舞台で戦う息子を親としてどう支えていくか、佳代子さんの決断の裏にはそんな思いがあったのかもしれません。大谷選手の兄龍太さんもまた弟に頼ることなく自立の道を歩んでいます。龍太さんは一昨年に元ミスコーチの妻と暮らす新居を購入しました。3,000万円を超えるローンを組んでの購入だったそうですが、弟の力を借りることはしませんでした。自分の生活は自分でという家訓をしっかりと受け継いでいるのです。大谷選手の姉も弟の恩師と結婚した際、大谷選手からの援助を受け入れませんでした。代わりに選んだのは岩手県内の賃貸住宅での地道な生活。弟の力を借りればもっと裕福な暮らしができたかもしれません。しかし姉夫婦にとってはそれが自分たちらしい生き方だったのでしょう。大谷家では家族みんなが等しく自立を求められてきました。その教育があってこそ大谷選手は一人の野球人として、そして一人の大人として成長を遂げられたのだと思います。もちろん全てを自分でと言い切ることはできません。周りの支えがあってこその自立であり、家族の絆があってこその飛躍なのです。大谷選手にとって家族はかけがえのない存在であり続けるでしょう。そんな家族の絆を感じさせるエピソードが大谷選手の服装にもあります。近年大谷選手がヒューゴボスで全身をコーディネートする機会が増えているのをご存知ですか？実はこれにはスポンサー契約が関係しているのです。大谷選手は2020年にヒューゴボスとパートナーシップ契約を結びました。契約の一環として同ブランドから服を提供してもらっているそうです。プライベートな買い物でヒューゴボスを選んでいるわけではないんですね。契約とはいえ、ヒューゴボスの洗練されたデザインは大谷選手の雰囲気とマッチしています。ニューバランスとの契約で手に入れたスニーカーを合わせるのも大谷選手らしいコーディネートだと思います。服に込められたスポンサーとのつながりを感じると、また違った視点で大谷選手のファッションを楽しめそうです。大谷選手を支える存在は家族だけではありません。妻のマミコさんもまた大谷選手の心強いパートナーです。しかしマミコさんを取り巻く状況は決して楽なものではないようです。かつて大谷選手の通訳を務め、プライベートな部分でもサポートしていた水原一平氏をめぐる問題はマミコさんにも大きな影響を与えているはずです。特に水原氏の妻とも親交があったマミコさん、慣れない海外生活の中で頼れる存在を失ったことは精神的に辛い部分もあるでしょう。球団や CAA のスタッフがサポートしてくれるとはいえ、身近な相談相手がいないのは心細い思いもあるかもしれません。そんな中マミコさんを支えてくれるかもしれないのがザ・ワイフスクラブと呼ばれる MLBPAA が主催する会員制クラブです。メジャーリーガーの妻たちの交流の場として1年間たった25ドル約3780円の会費で多くの特典を受けられるこのクラブ、野球選手の妻という特殊な立場ならではの悩みや不安を共感し合える仲間がいるのは心強いはずです。しかもメジャーリーガーを夫に持つ女性たちの集まりだけに、それぞれに苦労や喜びの経験があるでしょう。時にはアドバイスをもらい、時には愚痴を聞いてもらう、そんな交流がマミコさんの助けになってくれるかもしれません。現役選手の妻だけでなく引退した選手の妻も参加しているのがザ・ワイフスクラブの大きな特徴です。引退後の生活の困難を乗り越えてきた先輩たちだからこそアドバイスできることも多いはず。ザ・ワイフスクラブがマミコさんにとって心の拠り所の一つになることを願っています。さてここでマミコさんについてもう少し掘り下げてみたいと思います。実はマミコさんには常にボディーガードがついているのではないかと噂されているのです。大谷選手のように世界的に有名な選手の妻となればセキュリティ面での不安はつきものでしょう。特に水原氏の件もあり、マミコさんを狙う危険な輩が現れるかもしれません。そんなリスクに備え大谷選手は妻の安全を第一に考え、ボディーガードをつけているのではないかと言われているのです。またマミコさん自身も武術の心得があるのではという噂もあります。もともと運動神経が良く、学生時代は空手を習っていたという情報もあるそうです。プロ野球選手の妻となり自己防衛の必要性を感じたのかもしれません。武術の心得があればいざという時に自分の身を守ることができます。ボディーガードに守られながらも自分の力で立ち向かえる強さを持っている、そんなマミコさんの姿が想像できます。もちろんこれらはあくまで噂の域を出ません。マミコさんのプライバシーに関わることでもあるので真相は分かりません。ただ大谷選手を支える妻として
さまざまな面で強さを持っているのは間違いないでしょう。マミコさんには安全に、そして幸せに過ごしてほしいものです。大谷選手とマミコさん、そして大谷家の皆さん、彼らを取り巻く環境は決して平坦なものではありません。でも強い絆で結ばれた家族がいて、支え合える仲間がいる。そんな恵まれた環境があるからこそ、きっとどんな困難も乗り越えていけるはずです。大谷選手には今シーズンの活躍はもちろん、アスリートとして一人の人間としてのさらなる成長を期待しています。マミコさんにはメジャーリーガーの妻としての喜びと苦労を分かち合える仲間に恵まれることを願っています。そして大谷家の皆さんには、これからも変わらぬ絆を大切にしながら、お互いの人生を歩んでいってほしいと思います。今回は大谷翔平選手にまつわる話題を中心に、彼を支える家族や妻についても詳しく見てきました。メジャーリーガーという華やかな世界の陰で、様々な苦労や努力があることがわかる内容だったのではないでしょうか。改めてアスリートを支える存在の大切さを感じる機会になったと思います。大谷選手もマミコさんも周囲に恵まれているからこそ、これからも前を向いて歩んでいけるはずです。彼らの活躍と幸せを我々ファンとしても応援し続けていきたいですね。最後までご視聴していただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。